皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。クリーンバイブスマンです。今日は、ナイトルーティーンをまたお送りしようと思いますので、よろしければぜひご覧ください。基本的には霧吹きをやっていく動画なんですけど、クリーンバイブスマン、いつも使っているのがこのシューってこう一回やると何秒か出るやつを使ってるんですが、ここにオーガニックのドクターブロナーズの、見えにくいですかね、ドクターブロナーズの、マジックソープというやつですねを入れています。で、まあ本当はラベンダーとかではなくて普通のカスティールソープがいいみたいなんですけど、このドクターブロナーズのマジックソープっていうのがここに細かく書いてあって、まあ、ペンボケして見えないかな。オイルをベース、ココナッツオイルだったりとか、オリーブオイル、ホホバオイル、ヘンプオイルとかを作った、オーガニックのオイルでできたソープになってるんですよ。で、海外の方ではこれに、まあ、ニームオイルとこれを足してスプレーをしたりして、虫がつかないようにやってたりしてるみたいなんですけれども、これだけでもいいっていうふうに、ウェブサイトとかで見たことがあるので、僕はそれをいつもやっています。まあ、たまに普通に水の時もありますけれども、でこれの効果としては霧吹きした時に薄い膜が作られるみたいなんですよ。油でできてるので、なので小さい虫、害虫であればそのまんまその膜が張って、まあ、呼吸ができなくなって死滅してくれるみたいな、まあ、ある程度大きな貝殻虫とかになってしまうとあんまり効果ないみたいなんですけども、予防にすごくいいということなので、なおかつオーガニックなので植物にもそんなに悪影響はないということで、僕はこれを使っています。ラベンダーの香りがするものですねを持っています。めちゃくちゃいい香りがするので癒しにもなりますね。はい、でさっき言ったようにニームオイルと混ぜて害虫予防にするっていうのもありですし、これだけで霧吹きするのもありかなと思います。でこれは4滴ぐらいしか入れないです。僕はこれ自体が結構こんなもんですね。今ドバッと入っちゃいましたけど、こんなもんです。そんなに入れないようにしています。であんまり振ると泡立っちゃうので、そんなに振らないでこうなんかこうなじませるじゃないですけど、ぐるっと、そうすると若干こう濁ってくる感じになるので、これで僕は霧吹きをしています。ドクターブロナーズ社の方で正式に公表してるものではないんですけど、海外の YouTuber の方か、観葉植物の YouTuber の方とか海外のウェブサイトとかだと結構このやり方がいいですよっていうふうに載ってるので僕はやっています。じゃあナイトルーティーン予約開始します。こんな感じでもう沸騰ですね。でなんか若干ちょっとオイルというかソープが入ってるので、なんか柔らかい霧みたいな感じなんですよね。ちょっと重めなのかな。であんまり強くしてしまうと余計な膜張ってしまうかもしれないので、そんなにやらなくてもいいかもしれないですね。毎日とかはやっぱ霧吹きするだけだと害虫取れなかったりはしますし、ある程度多少の予防なのでちゃんと後でこうよく見てあげたりするといいとは思います。こんな感じでさーっとやってますね。はい、これも最近目を出してくれましたフィルデントロンバーキン、シュッシュッシュと。これもフィカスティネケも目出してくれたんですよ。でも今までは結構外に出したりとかしたんですけど、今年ほとんど出さなかったんですよ。そしたらこれだけやっぱ色が違うんですよね。もう次の新芽とかも出してくれてるんですけど、やっぱフィカスティネケのこう発色を良くし
したい場合には、まあ、外に出すのはあんま薄めじゃない、早焼けしちゃう可能性があるので薄めじゃないですけど、明るいところに置いてあげたりすると綺麗な葉、あの麩が入ってくるのかなと思います。あとはまあここら辺、これは僕が作った DIY で塗った鉢とか絵を描いたりとか、あとはここら辺はあのなんていうんだっけ、プロポゲーションしてる、うん、水耕栽培してるところですね。こんな感じに、これはこのトレイがガラスでできてるんですけど、このままこうそのまま持っていけるので便利かなと思って、なんか200円ぐらいで花屋さんに売ってたので買いました。ただの、今思えばただのガラスの皿じゃんと思ったんですけど、まあなんかガラスに入れてるのでなんか清潔感っていいかなと思って、こんな感じでそれぞれ、これはペペロミオイデスなんですけど、冬根腐れ、冬越しがあまりうまくできなかったのでバツンと切って、そのまま水耕栽培させています。でこれはエスキナンサスラディカンスですね。これもまあ水ごくでやった方が発酵は良さそうだと思うんですけど、とりあえずはこんな感じで、スキンラプサスもやっています。こっちはスキンラプサスのハイドロカルチャーがありますね。こんな感じで、これはなんかめちゃくちゃ1300円だったのが100円で見切り品で売ってて、もう根腐れしちゃうそうなので安く売ってますみたいな感じで、かわいそうだったら持って帰ってきたんですけど、あんまり芽が出てくれなくて、僕もこのまま殺してしまったらどうしようかなと思っています。あとはこの辺のなんかキラキラしたやつは、僕このハウス、これに載せてるこれですね、このプラントトラブという雑誌洋書なんですけど、その洋書の方にまあ、クリスタルとかを観葉植物の近くに置くとすごいいいですよっていう風に書いてあって、まあ嘘か本当かは信じるか信じないかあなた次第ですみたいな感じかもしれないですけど、なんかキラキラしたものがあるとエナジーが湧いてきますよみたいな感じの書いてあったので、ただまあクリスタルってちょっと僕よく分かんないので、その水晶とかなので、近くの雑貨屋さんで、まあ、マライカさんでなんか売ってたので買いました。そしたらここに火が入ったらめちゃくちゃなんか虹色 の、 光が部屋にファーッと入ってくるので、めちゃくちゃ買ってよかったです。あとこれは挿し木した、これはレカで育てているハイドロカルチャーで育てているものですね。あとはこういう、これ鏡出てきてるんですけど、でこれがなんて言うんでしたっけ、サンキャッチャー、これもサンキャッチャー、これもこういう風にステンドグラスみたいになってて、これもサンキャッチャーですね。で僕がなんでこんなサンキャッチャーをここに吊り下げてるかというと、あんまり日当たりが僕の部屋は良くないんですけど、少しでも午前中のほんの少しだとここに光が入ってくるんですよ。なのでこのサンキャッチャーで部屋に光をファーってやるために買っています。お前鏡とかいろいろ落としたんですけど、鏡はさすがに危ないなと思ってやめました。はい、こんな感じで窓辺はこんな感じの植物がみたいですね。あとはこっちの床の方にはゴムの木が置いてあります。そしてカラテアも、まあ、小柳さんもですね、新芽をバンバン出してくれていて、この辺も、あ、これ新芽か、これもここら辺もこれも新芽だと思うんですよね。どんどんで空手屋の面白いところって、あった、この新芽がポッキーみたいな形してるんですよ。これポッキーみたいな形しててそれが伸びてくる感じなので、すごい美味しそうですよね。あとはザミオクルカス、僕の全然成長しないんですけど、なんででしょうかっていう感じなんですが、綺麗だから許すとしましょう。なんで上から目線になっちゃいましたけれども、またサンスベリアの
ファントミカドと、これが前買ったクテナンテですね。こんな感じの、いろいろ最近買ったものがあるので、また別の動画で、購入品の紹介とかをしたいと。はい、あとはセロームホープ、すげー成長してくれますね。まあ、まだまだこれから夏もガンガン成長してくるんだと思うんですけれども、まあ、最初出てくるときは結構柔らかい感じで出てきます。で、ちゃんと日に当ててある程度明るいところに置いてあげるとしっかりした葉っぱになってくるので、これ元気じゃないっていうわけではないのでご安心ください。あとはこれウンベラートですね。ウンベラートも冬葉っぱをすべてなくしました。冬越しで、で全部まあ落としちゃったんですけど、春になって葉っぱをようやくこうドーンと出してくれました。で僕はこれはある程度こうゾーンと高くしてから、間引きみたいなのをしていきたいので、まだ我慢しています。はい、あとはこれサンシベリアのシルバーハニーですね。もう切り引きやりましょう。でこちら側にあるのが親のこれ SP 品種不明なものなんですけど、こんな感じのものだったりとか、あとシッサス、なんだっけ、シッサスなんちゃら、ちょっと名前がすごく話してないですけど、あ、全然画像が映って、画面が映って、こんな感じのものがあったりとか、あとはあぶね、リプサリスパラドクサ、これは僕がイラストしました。最近イラストするのハマってきてます。こんな感じの、ちょっとなんかネイティブアメリカンっぽい感じにしたかったので、はい、これも切り引きをしていきます。はい、あと奥のやつもサササササとやりまして、こっちの棚に移ります。まだまだなんですけど、これもこのモンステラも僕がこれ描いたんですけど、自分で結構気に入ってます。力作ですね。こんな感じの、これも出資してきます。あとモンステラジェールシュトルコックがあったりとか、エスキナンサスダリカンスがあったりとか、本当はこれ吊るしたいんですけど、買った時にあんまり元気がないものを買ってしまって、ちょっと春明るいところにずっと置いておきたいなと思ってるので、ここに置いています。あとは相変わらず元気なディスキリアエメラルドだったりとか、エキサリスミクランサとか、森林サボテンは結構葉水が大事なので葉水をあげましょう。ちょっと水が不足してるかもしれないですね、僕の水やりが。明日水あげます。あとこちらがこんな感じでだいぶ成長してくれてるですけど、ポッツライムですね。切り引きしていきましょう。こんな感じで、これはエスキナンサスのタイピンクですね。偽物の葉っぱみたいですね。これ面白いですよね。こんな感じで切り引きをやっていきます。こんなにやるんですかって言われることもあるんですけど、とやった方がいいかと思ってます。基本的に、まあ、こういう植物は熱帯雨林とかのジャングルとかに住んでて、湿度が高いところとかスコールが降ってきたりするところに生息してるので、基本的にはこう湿度を与えてあげて、なおかつ、まあ、害虫予防とかにもなるので行ってあげた方がいいかなと思います。
これもね、めっちゃちっちゃく買ったんですけど、これホヤ、シルバーピンクですね。トピカリクスシルバーピンクなんですけど、めちゃくちゃでかくなって、これって合ってますか、この大きさっていう感じの大きさですね。あとはホヤマチルダとか、あとはこのゴールデンマージン、もうここら辺までしかなかったんですけど、上まで生えたりとか、あとはこうちっちゃな芽が出てきたりとかしてるので、バンバン成長してくれています。フォークもこんな感じに頑張ってくれてるんですよね。何こんな感じですね。コインみたいな感じですね。ちょっとツヤがないので、後で拭いてあげないといけないなと思っています。はい、24度なんですね、今は。暖かくなりましたね。はい、これがホヤクミディアの石で、ミニモンステラとマドカズラ。こんな感じですね。で、まだあります。結構なんか白く、ちょっと入れすぎましたね、今日。もうちょっと少なくて大丈夫です。で、床がびっしょになるぐらいまでやっちゃうと結構大変だと思うので、そんなにびしょびしょやらないでもいいかなと思います。あとはホワイトゴースト、キングマハラジャが置いてあったりとか、あとはエピフィラム、まあ、ジグザグカクタスですね、置いてあります。はい、でこの下には、これは小株になるんですけど、ペペロミオイデスですね。ちょっと葉っぱが取れそうかな、これね、取れない、枯れてきそうな葉っぱは僕が夜取っちゃったりします。リトルルーティンで、これも僕がイラストしました。こんな感じ、気に入ってます、自分で。はい、でこっちにもありますね、2株あります。なのでペペロミオイデスが合計部屋に3つありますね。で、あとはこれはハイドロで育っている親オーボバダです。新芽が出てきてくれました。映るかな、はい、めちゃくちゃ嬉しい。これからガンガン育ってもらいたいですね。はい、あとはこの奥の方にあるのが、これも親のホヤケーリー、ハートホヤですね、通称。これも新芽が出てきてくれましたね。スプラッシュになってたんですよね。僕この1枚だけ買ったんですけど、2、3って出て4枚目出てきてくれたんですけど、スプラッシュだったので結構嬉しかったです。はい、こんな感じでシュ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 して、あと下はリプサイズだったりとか、サンプルだったりとか、奥にガジュマルがあるのでシュッとやって、あとはこちらにはエピフィラム、グアテマレンシスが置いてあって、これも最近新芽を出してきてくれています。わかるかな、もうこれも新芽ですし、これめちゃくちゃあったのが、これも新芽、こっち、あ、これもそう、これもそうだし、結構新芽パラダイスの感じなんですけど、これもなので、最初買った時にあんまり部屋に合ってなく、部屋のその日光だったりに合ってなくて、正直難しいかなと思ってたんですけど、結構元気に育ってくれたので一安心しました。はい、でこれは追加栽培してるグリーンネックレスとリプサリスですね。お、ちょっと取れちゃったっぽいですね。残念な感じですけど。はい、あとはこれすごいですよね。ハートカズラです。なんかここだけ色が違く見えるんですけど、そんなことないはずなのに。画面越しだと色が強く見えますが、こんな感じでめっちゃこんもり
こんもりであってるかな、表現の仕方があれなんですが、こんもりしています。そんなにキリッとやらないでもいいかなと思うんですけど、とりあえずやっちゃいましょう。はい、そんな感じですね。こんな感じで僕は、まあ、いつも毎日やってるわけではないですけれども、こういうふうに霧吹きを行っています。できるときは3日に1回2日に1回とか、あとは気づいたらやるとかいう感じですね。でさっき言ったこのドクターブルナーズのマジックソープは、本来だとこの匂い付きじゃない、ただのカスティールソープって書いてあるやつ、日本で言ってるかしら分かんないですけど、あとはペパーミントとかも害虫を寄せ付けない香りみたいなので、ペパーミント入れてやると良かったりします。あと部屋がこのアロマオイルの匂いで結構いい匂いになったりするので、せっかく夜のナイトルーティンでやるんだったらいい気分になれたらいいなと思って使っています。まあ、一番最大の目的は害虫予防にもなる霧吹きっていう感じですね。はい、ということで以上、グリーンバイブスのナイトルーティンでした。いかがでしたでしょうか。この動画が楽しかったと思った方はぜひ、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。そしてインスタグラムもやっておりますので、ぜひグリーンバイブスまで検索して登録してみてください。フォローしてみてください。またコメントや、リクエストなどもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。グリーンバイブスマンでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。